今回は論理クイズです。この問題に求められるのは論理的な思考と発想のみです。ぜひあなたの力で正解にたどり着いてみてくださいね。制限時間は90秒です。それでは問題スタートです。ある日、子供が海と空の絵が描きたいというので、母親は絵の具と画材一式を持って海に行きました。海について絵の具を見たところ、青い絵の具がないことに気がつきます。どうやって青の色を作るのかわからなかった母親は、帰ろうと子供に言ったところ、現在ある絵の具だけで景色が描けると言いました。青い色以外の絵の具はあります。どうすれば想像ではない実際の景色を見ながら絵を完成できるでしょうか。終了です。答えは夕方まで待つです。夕方まで待って夕焼けの景色なら青い色は必要ないので描くことができますよね。問題は夕方まで時間を潰せるかということ。海で遊べる季節だといいですね。いかがでしたか？今回は論理クイズでした。柔軟な発想力が必要な問題でしたね。この他にも様々なクイズを配信しています。頭の体操としてぜひ活用してくださいね。コメントや高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。